誠に申し訳ございません中国電力の滝本社長は冒頭改めてカルテルや顧客情報の不正閲覧問題について陳謝しましたこの問題は関西電力を中心に電力大手4社が互いの営業エリアで顧客を奪い合わない申し合わせを結んでいたとされるものです公正取引委員会は 独占禁止法に違反するとして各社に課徴金の支払いを命じましたが問題の中心となった関西電力は違反を最初に自主申告したため課徴金の支払いを免れ逆に中国電力は最大となる707億円の支払いを命じられていました。当社とと委員会のの間で一部に見解の相違がございまして 竹本社長はこのように述べコートリーが認定したカルテルによる課徴金の算定について不服だとして取り消し訴訟を起こすことを明らかにしました中国電力は対象のエリアの認定や国が決める再生可能エネルギーの付加金を含んだ額で売上げ高を算定されていることなど不服としています。また昨年度の決算は 燃料費の高騰などで増収減益となりましたが今年に入って燃料費が下がったこともあり最終損失は予想より改善し1553億円となりました一方で今年度の業績予想は現在国に申請している規制料金の値上げが審査中で売上高を算定できないとし未定としました 今回のカルテルをめぐって国土交通省中国地方整備局はきょうから2か月間中国地方整備局の事業への入札を停止する措置を発表しています。